双極性障害です。双状態になるのが怖くて一生懸命になれません。気分のバランスを取るコツを教えてくださいということですね。確かに、双極性障害の人で、双状態になった時のトラウマ、トラウマっていうとあれですけど、まあ、えー、になんかすごく傷ついて、ああ、もう頑張りすぎたらああなっちゃうんじゃないかと思ってですね、なんかこう、頑張れない。夜 夜ね、徹夜して頑張んなきゃいけない時も、いや、これもそう状態になっちゃうんじゃないかと思って頑張れないとかありますよね。うん。これは結構難しい問題ですよね。うん。まあ、気分のバランスを取るコツというよりも、気分のバランスは取ることは困難なので、やはり、あのー、きちんと薬を飲むこととか、ちゃんと記録しておくってことだと思うんですよね。だから、自分の気分とかを、例えば、毎日、 10段階で書いていって、なんかそろそろ上がりそうだなとか、えー、分かっていくといいと思いますね。で、1年、2年つけておくとですねあの、毎年この時期になると調子悪いなって出てくるんですよね。あの通院中の患者さんもやっぱりそんな感じで、ああ、去年と同じで今年、やっぱこの時期調子悪いですねとか言ったりします、えー。なので、まあ、そういうのが分かってくると、今の時期は調子崩しやすいからやめておこうかなとか。 今、最近頑張りすぎてこのまま装填しちゃいそうだなとかあの分かってくるので、とにかく自分、薬を飲み続けることと自分のモニターをするということですね。で、バランスを取るコツっていうのは難しいので、そこを考えると沼なので、どちらかというとモニターをしていくのがいいと思います。はい